あの監督にも伺いますが、改めてその2人の熱量がすごかったって話がね、現場のお話ありましたけども、はい、監督としてはその辺をどういうふうにこう、ね、フィルムにこう残していったというか。そうで、あの生田さん覚えてるか分かんないんですけど、はい、現場入ってすぐあの喫煙所で、あの生田さんが、まあ、ジオンって役どうしていこうかって相談された時に通訳さんがいなかったんですよ。だから俺もなんか片言の英語 でクリーピーってなんかクリーピー気持ち悪いみたいな、こう俺も自信なかったんですけどクリーピーみたいな感じでって伝えようとしたんですけど、生田さんがクリーピーってなんだっけってちょっとうんってなって、で生田さんがそれクレイジーでもいいかって言われて、俺もなんか適当にうんクレイジーでいいよって言っちゃって、でちょっとよくよく考えたら全然意味違うなと思って、で結局クレイジーなこうなっちゃったのはあの時の喫煙所のあの会話が原因かなっていう、はい、でも結果オーライですけど、はい。で監督の中ではあんなにもう超ハイボルテージみたいな感じじゃ最初あそこまで振り切れてる想像はしてなかったんですけどもう本当にこう俺の英語力のなさでクレイジーになっちゃう、まあ、でも結果良かったです本当に、はい、生島さん覚えてます、そういう会話したっていうの。記憶がありません。ないですか。はい、はい、すいません